4番手から持ち出して上がる3番金沢龍二、並びかけようというところで1番針の構成、ここは突っ張る動きでペースをつかみ続けます。4番手出直しの3番金沢龍二、仕掛けは早そうか、しかし1番針野も合わせる動き、先行争いバックは向かい風、針野と3番金沢龍二、残り1周半から力比べの様相になっています。針野構成、それでは合わせきる動きを見せまして、東日本4人はなかなか難しい流れ、4番手再び収まる3番金沢龍二、残り1周切りました。針野の突っ張り先行で後ろ5番井原和彦、6番の小川正人でマーク陣も続いています。少しスローペースの中、3番金沢龍二が4番手、もう一度縦足を繰り出せるかどうか、残り200を切りました。逃げる1番針野構成、後ろ5番井原和彦、4番手踏み込んだ3番金沢龍二、内目狙ってくる2番阿久津修が近畿勢に迫ってくる、しかし前は5番井原和彦が差し押しを増してかわして後輪、5番井原和彦の差し切り、2着に1番針野構成。